岬久は、日本の実業家。グルナビ創業者で、同社代表取締役会長兼社長、NKB 取締役会長、日本交通文化協会理事長等を歴任した。文化功労者。ペア語考案者。1%フォーアートを提唱し、パブリックアートの振興なども行った。東京都出身。東京工業大学理工学部機械工学科卒業。 新卒で三菱金属に入社するが、起業家を目指して4年で退職。父、滝、藤太郎の旧姓にあい、父が創業した交通文化事業者を継承するとともに、情報伝達メディアの創出をライフワークとする。1985年、公衆回線の自由化に合わせ、情報端末、ジョイタッチを開発して、東京駅の銀の鈴広場に設置し、 コンテンツサービス事業の先駆けとなる。1996年、インターネット普及に合わせて飲食店検索サイト、くるなびを開設し、その社長を経て、会長を務める。ペア後の発案者であり、公益財団法人日本ペア語協会の顧問を務める。妻の滝祐子は、同協会の常務理事を務めるほか、以後対局サイトを運営する、株式会社パンダネットの 代表取締役であり、久尾が代表を務める一般財団法人ホモコントリビューエンス研究所の役員である。1999年運輸省交通文化賞受賞。2003年東京都厚労省受賞。2014年、倉前工業会理事長に就任。2017年お茶の水女子大学国際交流、留学生プラザ建設のため10億円の寄付を、 行った。2018年、母校東京工業大学に30億円を寄付し、久尾広子滝プラザを建設。同年、東京芸術大学国際交流拠点建設のため10億円を寄付。国立大学参考に、計50億円の寄付を行い、同年二度コン受報賞を受賞し、三島領事課東京工業大学学長及び、 公認の駅和也学長から伝達がなされた。2019年文化庁長官表彰。食文化振興や1%フォーアート提唱などのパブリックアートの普及、振興活動、ペア後の考案などが評価され、2020年には文化功労者に選出された。ありがとうございます。